ルマフュージョンを使って iPad だけで動画編集するこのコーナー、今回はさっき冒頭で流した動画を実際に作っていきたいと思います。で、今回2つのテクニックを組み合わせて使います。まず1つ目がテキストをマスクする方法、テキストを背景にマスクする方法で、2つ目がそれをキーフレームを使って動かす方法、この2つを組み合わせることによってさっきの動画ができてます。ではですね、これから一緒に作っていきますので、しっかり見て参考にしてください。で、ちょっとややこしくなってくるので、途中結構無口なとこが増えるかもしれないですけど、まあ温かく見守ってください。ということで画面共有していきます。ではまず一旦動画流します。で、動画は事前に撮ったやつで、まあテキストのマスクイメージしながら動きを加えた、振り付けした動画ですね。これの上にテキストを重ねていきます。で、まず重ねるのはオーバーレイタイトル追加します。で、今作ったクリップをダブルタップして、で、まずはテキストの名前変えます。まあ、何でもいいんですけど、まあとりあえず今回テキストっていう名前にします。で、これのサイズの前にフォントを変えましょうか。で、なるべく太いやつが見やすいと思います。で、サイズを大きくして、ちょっと足りんね、足りないから、ちょっとフォントだけだったら大きくない、足りなかったんで、ちょっとスケールも使って無理やり大きくしますね。で、まずあのクロマキーの機能を使って文字抜いてしまいたいので、フェイスの色変えます。別にあのグリーンじゃなくても、絶対グリーンじゃないとダメなわけじゃないんですけども、まあプリセットで使いやすいので、まずグリーンにしてしまいます。で、枠線の色はなくても抜けますけども、縁は残したいので、まあ、とりあえず僕は一旦白を選びます。で、幅がちょっと太すぎるので、まあ、適切なサイズにします。ちょっとじゃあ、これで、はい、で、テキストについてはこれで終わりで、黒の背景を追加したいので、レイヤーを追加を選びます。で、図形選んで、まあ、四角の枠ですね、おっと、四角の枠選んで、で、こいつをですね、でかくして上からかぶせます。そしたら全部画面自体が真っ白になるので、まずこれを真っ暗にして、今ここですね、右下の画面見てもらったら分かるんですけども、テキストと図形の位置関係、表示の優先順位が反対になっているので、図形を上に持ってきます。そうするとこうやってテキストが見えます。で、次が下の方のメニューで FX のタブを選んで、鍵のボタンを押します。で、選ぶのがグリーンスクリーンキー。そうするとまず初めのテクニック一つ目のテキストにマスクをかけて背景抜く方法できました。一旦再生します。まあこんな感じですよね。で、クリップの長さが足りないので、まあ適当に合わせます。はい、できました。で、次がこのテキストに対してキーフレームの機能を使ってモーションを加えます。で、キーフレームを使うときは左下のタブのフレーム&フィットを選んで、まずサイズ&位置でまず0秒目のキーフレームを追加します。その後あとはですね、タイミングに合わせてサイズを変えていくだけなんですけども、まず、この左下のタイムラインのスライダーを使って、いい感じの場所を選んで、で、キーフレームを足して、開く。こうしようかな。
戻す。これをですね、延々やっていくだけなんですよ。ここでまた動く手前のとこキーフレーム追加して引っ張る、でかくする。で、手離した時点でシュッと戻るようにする。これをですね、延々繰り返すしかないです。で最後は引っぺ剥がすので、ここら辺の方がいいな。ここからシュッと、こうですね、チュンと、こんな感じでキーフレームを足していきます。じゃあ再生しますね。これ多分いけると思うんですよね。まあちょっとずれてるとこもありますけども、まあイメージっていうことでこれで見てもらったらいいかなと思います。はい、ということで今回は2つのテクニックを組み合わせて動画を作りました。で、1つ目がテキストを背景にマスクする方法で、2つ目がキーフレームを使ってそのさっき作ったそのテキストをマスクしたものを動かす方法、この2つを使うことによって冒頭の動画を作成しました。まあ、こんな感じですね、ウィークリーでいろいろと動画アップしてますので、チャンネル登録までしたらこちらのボタンからチャンネル登録をお願いします。でまだ時間あるようでしたら、こちらに2つ関連動画出てますので引き続きご覧ください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。